こんにちは。天ーアカデミー堀秀夫です。いよいよ、オーストラリアアマゾンが食品の販売を開始しました。FBA はまだ利用できません。まあ、そうなると、まあ、オーストラリア在住の会員さんにチャンスをトライということになります。まあ、どういうことかというと、まあ、現時点でオーストラリアアマゾンで食品を販売するのをお勧めできるのは、オーストラリアに住んでいる会員さん。まあ、理由は、 海外発送だと税関で何が引っかかるか、まあ、やってみないとわからないと。ねまあ、オーストラリア、ね、えー、ご存知のようにやってみないとわかんないと。まあ、やってみてもね、その時によって対応が違うってこともありますけど、まあ、それより何より、ね、事前にどういうものが OK でどういうのが引っかかるとか、誰に聞いてもね、多分わかんないっていうか全員違う答えを言ってくるんで意味がないです。それとね、今まで大丈夫だったものも、 まあ、結構輸入が増えたんで、えー、その、アマゾンで販売したらしき商品はちゃんとチェックしろというのもね、えー、可能性としては起こる可能性があると。まあ、そんなわけで、まあ、手元に、オーストラリア国内でね、手元に商品を加工してから出品してください。で、まだ始まったばっかりなので、当然ね、売れてる商品わかりません。ほとんどないです。 で手探り状態の現時点でどんな商品がおすすめか。まあ、おすすめの順にね、えー、友達に配りたいお菓子、ね、食品や調味料、まあ。これは、まあ、売れなかったら配ればいいわけですし、まあ、友達に配りたいなと思うような商品はね、えー、売れる可能性が高いです。それから子供が欲しがるお菓子と。 ね、オーストラリア人ね大人でもねれ子供日本だったら子供でも食わねえだろうっていうのお菓子食べますしね、えー、日本のお菓子は、えー、YouTube で紹介してる YouTuber もいますしやっぱり見てねこれどんな味するんだろうと、ね、あるいはこれ見たことあるよというような商品が結構あるんでね、えー、おそらく出せば売れる商品結構多いですそう今ちらっと言ったようにあの YouTuber でね、えー、日本のお菓子 ねえー、紹介してるやつ見つけて、それを売るっていうのは、まあ、知っててね、どこで売ってるのか分かんない、探せないっていうのが多いんで、結構これもおすすめですね。あと、売れなかったら自分で使ってもいい食品や調味料と。まあ、さっきのと同じですけど、まあ、これ全般に、まあ、売れなくても困んない商品、ね。どうせいいよ、自分で食べるしとか使うしとか、子供が欲しがるしっていうのが、まずはおすすめです。しかもこういうのは売れます。 で日本からね、えー、ある程度まとめて輸入して売ってもいいですし、まあ、逆に都市部でね近くに日本料理店とかあ日本の食材店とかね、えー、ダイソーなんかがある人は、まあ、そこで売ってるのをまず、えー、買ってきてそれを出品してもいいとどちらのやり方もおすすめですけど、まあ、何しろ、ね、オーストラリアに住んでるとオーストラリアアマゾン不利なことばかり。 が令の面で、ね、不利なことばかりが多いんですけど、今回この食品が FBA まだ始まってないっていうのは、まあ、初めての、ね、オーストラリアに住んでて有利になる、えー、例なんで、まあ、これは何扱っていいかまだ決めかねてるとかね、えー、大ヒット商品まだ見つかってませんというオーストラリアの方、食品、ね、お菓子扱ってください。 で、そのさっきの税関の話なんですけど、まあ、eBay がね、オーストラリアに住んでいないと参加できないというふうになっているのは、まあ、オーストラリアの税関が厳しいということも理由の一つです。まあ、一例を挙げると、アメリカのワイナリーね、世界中に海外発送できます。で世界中に送れるんだと思ってね、で、オーストラリアも送れるんですかって言ったら、あ、オーストラリアね、送れません、ね。まあ、やっぱ税関トラブルが多い。その、 関税が高いとかうんぬんじゃなくて、決まりが明確になってなくてね、えー、トラブルが多いんでしょうね。あの、オーストラリアにはワインは送れませんって言われます。まあ、そんなわけで、日本や中国、アメリカの会員さんは FB が始まってから扱いましょう。ね、あの、売れたのに税関の制度送れませんってのは基本的に言い訳にならないんで、かなり 食品を扱うとアカウントが悪化するリスクが高いです。だからね、FBA が始まる頃には、まあカタログも充実してね、ランキングついてる商品を、まあ自己発送でね、えー、売ってランキングついてる商品を FBA で、えー、自己発送の人と同じか、それ以下で売ればね、えー、あと、後の、後から参加しても FBA なら売れますんで、まあそうなってから扱えばね、えー、何のリスクもなく儲かるという状態になるんでね、まあ今のうちは、まあ、 まだ食品には手を出さないと。FBA 始まったらお知らせしますので、それから食品のチェックも始めてください。そんな形で、オーストラリアアマゾンで食品が始まりましたので、オーストラリア在住の会社にはチャンス到来と。そうそうあの、直接食品は扱えないんですけど、食品の扱いを開始したことによって、アマゾンの利用者はかなり増えますので、これによって当然ね、日本と アメリカ、中国の解散も、まあ恩恵を受けますんで、まあそういった意味ではチャンス到来なんですけど、まあ直接、食品を扱うことが、現時点でお勧めできるのは、オーストラリア在住の解散だけということでね、食品の方には取り組んでください。またご質問とお待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。